はい、中学受験情報です。いよいよですね、2014年の四谷大塚合符号判定模試の情報になります。まあ第1回第2回はもうすでに終わってまして、予備試験っていうのがねあったと思うんですけれども、皆さん受験されてますよね、6年生の皆さん。でいよいよこの9月からの天王山、これ4ヶ月連続で行われますけど、9月、10月、11月、12月、9月の21日目が初っ端になるんですけれども、2回目が10月19日、3回目が11月16日、4回目、ラストが12月14日、まあ、ここからはですね、8月の18日月曜日に受験申し込みになるわけですけれども、まあ、一度に、ね、申し込みするとね、確かね、受験料も安くなるもありますし、あとはねこれね、自分の受験予定会場で、いろんな中学校の方で試験会場になってますので、皆さんが受けたいと思っている会場で早く申し込めばね、受けれる可能性もありますので、ぜひね早い段階でこれ4回ぜひね、受けてほしいなと思います。まあ、この合符号判定模試っていうのはね、中上位の私立学校を目指す受験生にとっては、まあ、必須の模試になると思います。ですので、この合符号でねぜひ皆さん結果を出してほしいなと思いますし、普段予習シリーズ等でね、使っている子が多いと思いますんで、まあ、そこの勉強の成果が試されることになると思います。この合符号判定模試残り後半戦4回、これをねしっかり結果出せるように、皆さん今夏休みですけどね、この夏しっかり勉強してください。みんな頑張ろう。